その審査員の一人、榊原郁恵さんにも今回万博宣言2008を終えて感想をいただきました。人の文章を読んで大切な人っていうのは今回改めて一生懸命やってる人が絶対いてみんなありがとうだったりとか、そういう現れができましたね。子供なりに精一杯、ドキドキしながら表現しているところが